さて、水曜日午後8時から放送している RSK 地域スペシャルメッセージ。その取材班がジャーナリズムの発展に貢献した報道活動などに贈られる2023年度日本記者クラブ賞特別賞を受賞しました。RSK 山陽放送が制作するメッセージは、岡山香川地域初のドキュメンタリー番組で、2012年4月に放送を開始しました。今年で11年目に入り、これまでに249本の番組を放送しています。どうしても辛かったら逃げてもいいから、死なずに待て。伝えているのは、生きていく意味。今回受賞した日本記者クラブ賞特別賞は、ジャーナリズムの発展につながる特筆すべき業績が認められた国の内外の個人団体や報道活動に贈られるものです。メッセージは全国の民放で唯一ゴールデンタイムでドキュメンタリー番組を放送し続けていることが高く評価されました。日本記者クラブは受賞理由について、地方に軸足を置いた番組制作でローカル局の存在意義を示していると述べています。日本記者クラブ賞特別賞の贈賞式は5月30日に東京の日本記者クラブで開かれることになっています。